はい、セラです。今日ですが、今年2020年最後の動画ということで、こちら2つの単語の違い、year と year。この2つの違いを解説していきたいと思います。まあ、というのも年末年始ももうすぐそこまで来てますので、もうちょっとですね、この year、year という発音をする機会がたくさん、もう嫌というほどあるかと思うんですね。ただ、結構発音としては難しいので、もう諦めてしまっている方、またはもう内容、まあ意味でわかるからいいじゃんというふうにですね、まあ思っている方、まあいらっしゃるかと思うんですが、そんなことは言わずにですね、ぜひ今年最後のミッションということで、頑張っていきましょう。で、この動画を最後まで見ていただくと、この ear と ear の発音の違いが体感としてもですね、クリアになりますし、さらにリスニングとしても音の違いがわかるようになっていきます。なのでぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。で、この声帯音声学では毎週金曜日に発音についての動画をアップしています。発音に興味がある方、発音をどんどん向上していきたい方、英語力をステップアップしていきたい方、ぜひですね、チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで、まずはこの2つの違いを分析から始めていきたいと思うんですが、まず耳の発音というのは、year, year。1年の発音は、year, year。まあ、こんな発音の違いがあります。何が違うかというと、y の発音、いい、いいっていうのがあるのかないのかっていう違いだけなんですね。ただ、この y の発音がよくわからないという方がたくさんいます。なので今から Y の音を発音する感覚を解説していきますが、なぜ私たち日本人には難しいのかというところも理解することが重要になっていきますので、そういうところも絡みながらですね、進めていきたいと思います。で、まずは Y の音がどんな音なのかっていうのを体感していただきたいので、日本語のやゆよ、この3つの発音をしてみましょう。やゆよ。で、日本語っぽく発音してしまうと Y っぽさっていうのがこう掴みづらいので、この発音を強調して、こうねちっこく発音してみると、や、ゆ、よ。こんな感じでやってみてください。こう、やってすぐ行くのではなくて、や、少しこう溜めて長く発音するようなイメージ。や、ゆ、よ。で、実はこんな感じで発音ができていると、Y の発音ってもうできてるんですね。そう、日本語にも Y の音っていうのは存在してるんです。ただ、なぜ難しいかというと、二つあるんですけど、まず一つ、日本語には、この Y の音プラス E の音、この E っていう音が存在しないっていうのが一つ。で、さらに、日本語っていうのは、もう子音も母音も、まとめて、もう一つの音として発音しちゃうので、英語らしい子音と母音をこう分けて発音するっていう感覚が存在しないっていうこの二つが挙げられます。もう少し解説していくと、日本語って、やゆえよじゃなくて、やゆゆじゃないですか。E とえがないじゃないですか。はい。なんでかっていうと、日本語のあいうえおのいとえと、まあ、同じ音としても捉えられているので、別に分ける必要がない。なので、やゆよしか残ってないんです。ということは、私たち日本人はですね、もう生まれたからもうずっと、いの音といいの音っていうのは別に同じ音なんですね。私たちの頭の中では。なので、私たちからすると、いいだろうがいいだろうが、別に y があろうがなかろうが同じ音なんですよね。全然変わらないんです。なので脳は別にわざわざ違う音として判断しないですし、なのでネイティブにこう ear と ear 違うよって言われても何が違うのっていうふうにこうしかならないんですね。そして英語らしい子音と母音の感覚ってどんな感じかというと、例えばたっていう音があります。日本の場合ってたってもうたっていう一音じゃないですか。た、た、た。ただ英語的な感覚というのは t の t、t、t っていう子音の音とあ、あ、あっていう母音の音、二つの音が組み合わさって、た、た、という音になっていきます。わかりますか？た、た、たって一音じゃなくて、た、あ、という二つの音から、た、た、という音が作られている。そんな感覚ですね。ということは、いいっていう発音も、いい、いいってこう、一個の音ではなくて、いえ、で、y の音と、いいっていう母音の音。この二つが組み合わさったのが、いい、いいっていう音になっているんです。なので、日本語的なこの二つの感覚というのが、うまく発音できない原因になります。逆を言うと、この二つの感覚さえ理解することができると、ear も ear も全然違う音という感覚になっていきます。で、y の発音に戻っていくと、もう一度、やゆよの発音、や、ゆ、よと発音して、出だしの y の子音部分だけを切り取ってみましょう。や、ゆ、よ。いやってすぐに行くのじゃなくて、いや、少し溜めていくと、この、いーっていう、なんか音があるのがわかるかと思います。で、どこで作られてるかというと、y の発音すると、やゆよ、やゆよ。まあ、日本語でも同じなんですけど、舌が若干こう、後ろが盛り上がってるんですね。やゆよ、やゆよ。で、この、てっぺん部分と、舌が盛り上がったことによって、ここにですね、息の流れが狭まるポイントっていうのが生じます。ここが Y の音が作られているポイントです。
なので、ぜひ体感として、舌が盛り上がっているところの上側、または後ろ側、この辺のエリアで音が摩擦しているような、こう共鳴しているような感覚っていうのを探してみてください。いや、いよ、いよ、いどうですか、見つけることはできましたか。で、もしこの感覚よくわかんないという人は、他の子音も一緒にやってみるとわかりやすくなっていくかと思います。というのも、子音というのは必ず音が作られるポイントっていうのがあります。例えば、V の発音だと、ブー、ブー、この唇と歯の当たっているところで、ブー、こう共鳴というか、ビリビリビリとするような感覚があるかと思うんですね。はい。これがまずその共鳴している感覚、または、その摩擦している感覚になります。で、同じように Z の発音、ズー、ズーって発音してみると、この歯の真裏あたりで、ズー、ビリビリビリとする感じもあるかと思います。で、同じように W の発音、うー、うーって発音してみると、この唇のこの中心ポイントで、うーこう共鳴しているような感じがあるかと思うんですね。すべての声を含む子音では、この共鳴している感覚というのが存在します。ということは、Y にもその共鳴する感覚というのがあるので、この、うーとか、ずーとか、うーとか、うーとかって感じた共鳴を、この下の奥あたりで探してみてください。連続で発音しましょう。ず、う、いえ、う、ず、う、いえ。はい。ということで、この共鳴の感覚が分かると、体感としても、あ、今 Y の発音できてるっていう、そういう感覚が生まれてくるかと思います。で、この Y の感覚を使って、やいゆえよを英語らしくいきます。や、い、ゆ、いえ、よ。はい。やいゆえよ。で、日本語で発音すると全然感じないんですよ。や。英語だと、いや、この辺の共鳴ポイントが結構感じやすいので、日本語と比較してみると結構わかりやすいかと思います。で、この感覚を耳と一年、で比較していきますが、もう一個実はポイントがあって、いやのいで、この母音の音なんですね。日本語のいって発音は実はすごいこう舌が、の後ろが盛り上がって、で、そして口先で、響かせるいって発音になります。で、これなんで良くないかというと、英語の発音って母音の音は喉で発音するんですよね。なのでできるだけ、いい、こっちの、この辺のエリアで響かせるようにしてみてください。で、Y の発音はここなので、いい。いの母音は喉なので、いい。体感としても全然違うポイントを使っているという感覚が生まれてきます。で、もし日本語的な E のまま発音してしまうと、Y の発音もこの辺、E の母音もこの辺なので、いい。あんまりこう違いがですね、掴みづらいっていうのもありますので、できるだけ Y の子音はこの辺のエリア、E の母音はこの喉のエリア、というふうに、違うポイントで意識してみてください。では比較していきます。まず耳だけいきます。ear. 体感としてもここだけしか使ってません。ear. そして、ear、1年の発音が来ると、year. この先ほどの感じた共鳴をしっかり出していきましょう。year. はい。交互にやっていくと、year. はい。というふうにここまで来ると、体感としても全く違うという感じが出てくるはずです。そして発音ができるようになってくると、脳がですね、あ、この音って Y の音なんだっていうのと、E と E っていうのは、あ、違う音なんだっていうのを認識できるようになっているので、実際に発音聞いてみると、あ、なんか今の耳かもとか、あ、これ Y の音が入ってるっていうことが認識できるようになっていきます。今から3回発音しますので、その3回、どっちなのか、耳なのか、1年の方なのかっていうのを当ててみましょう。ぜひ聞いてみてください。まず1つ目、ear。正解は、耳の方。2つ目、ear。これも耳の方。3つ目、ear。これは Y の音が入ってました。ear。こっちの方が1年の方になっていきます。違いは聞き取れましたか？今から何回か発音していきますので、全集中して聞いてみてください。ear, ear, 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 ear. どうでしょう？音の違いは聞き取ることはできましたか？こんな感じで発音練習をしていくと、今までなんとなく違うのかなと思ってた発音とか、何が違うのと思ってた発音がクリアに違う音として認識できるようにもなっていきますし、体感としても違う音として自信を持って発音できるようになっていきます。また発音練習をするとリスニング感覚が変わるっていうのも少しでも体感していただけたのかなと思います。
で、来年一発目の動画もこの year の発音に絡んだ動画を作っていきますので、ぜひそれまでに、自信を持って発音できるという状態を目指して練習してみてください。で、またこの year 使う機会たくさんあるはずなので、これから。はい。なので、今の機会にですね、ぜひ年が明ける前に自信を持って発音できるように、頑張っていきましょう。ということで今年の動画はこれ以上となりますが、1年間ご視聴いただきどうもありがとうございました。また来年もですね頑張っていきますので、ぜひご視聴引き続き、よろしくお願いいたします。 See you next year. Bye bye.